ありがとうございます。今日はあの和也さんとね、兄ちゃんとあのしんくんとね、まあ、しぶとくねずっとやってる人たちと一緒ですまあこっちもしぶといですね。いやしぶといのが大事です。まあはっきり言ってみんなバカですからね。しぶといのが大事だと思いますね。好きでやってますからね、和也さんね。もしかして嫌い音楽嫌いですか。好きですね。今日はあんまりいいやね。またね、やっぱ音楽長くやってる人たちと、僕も長くやってるんですけどね、なんかやるとなんでしょうね、いいですね。うまく言えないですけどね。あ、みんなバカですからっていう感じがやっぱり安心するというかね。まあ、あと体に気をつけるぐらいですね。特に和也さんと一緒にいよちゃん野菜作って売ってるから大丈夫だと思います。じゃあアンコールやりたいと思います。じゃあスリーガールズからもう一曲聴いてください。あのアルバムも売ってますからね、興味のある人は、まあ、ちょっと僕に声をかけてみてください。アルバムと T シャツと、大根といろいろ売ってます。コーヒーと。じゃあスリーガールズからやりたいと思います。今日はね本当に素敵なレコード屋さんがあって、ね、レコード屋喫茶店ね、アナログプレイヤーでね、シングル版がいっぱい置いてあってね、それであの僕にね演奏されました。同い年だったんですけどね、意気投合してね、好きなの、僕がかけますから選んでくださいって言ってね、シングル版をこうね探したらね、まあ、一番最初はブルース・スプリングスティンがあってね、まあかけてもらってね、いろいろあって結局ね、五大悟とかね、佐野元春とかね、スミレ・セプテンバー・ラブとかね、それがね素晴らしいわけですよ。やっぱレコードで聴くとね、その辺にありますから、名前も忘れちゃった。まあ、そういうね、旅を続けしてると、そういうね、まあ、本当に楽しいことがあるんです。僕にはもう、最高に楽しいことでね、帰るのを やめようかなと思ったんですけど、今日ライブだったんでね、ギリギリまでいましたけど、チャックベリーを最後に聞いたときにね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、来ました。ライブも良かったです。ありがとうございます。何の話をしてたんですか。じゃあその旅の歌をねアルバムに入れました。真夜中をぶっ飛ばせという曲を聴いてください。Shut up.
She does.